とジェイです。こんにちは、リオタです。今日はですね、編集スタッフとハイトーンの曲を俺たちまあまあ歌うまいですからまあ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 、あの自分の限界を超えたキーの曲でもある程度超頑張れば工夫すれば出せるんじゃねっていう感じで、二人で一曲歌っていこうかなっていう感じで。リオタ出るんですか？なめんな。やっぱ友達には強気だよねあのリオタ君に動画とは関係なくあのプレゼント出そうと思います。え、100%言ってますから、日本で貸して誰よりも数字持ってますよ。いや本当にありがとうございます。お願いします。今日チャレンジする曲、はい、いろいろ探してきまして、前までフルで俺が歌わなきゃいけなかったじゃん。で今回は1番と2番とかで分けれるわけ。スタミナ問題はそれでちょっと治るから、マシになるから、うん、ちょっと難しい曲いこうぜっていう感じで、うん、すげえコメントに来るのが僕のこと、ああ伊沢さん、そうこれはちょっと、はい、チャレンジしてみようかなと。最初俺が行こうかな。はい、僕と君とでは何が違う、同じ生き物さ、分かってる。でもね、僕は何かに怯えている。みんなもそうならいいな。むしゃらに生きて誰が笑う。悲しみ切るには早すぎる。いつも僕は自分に言い聞かせる。明日もあるしね。
歩いてきた日々を人は呼ぶ、それがね奇跡だと。ゆうりチャンネル、あそこのさ、だらば知っている空への伸び方も大人になる、ここやばすぎ、ここやばい。大森さんが地声なのか裏声なのかあんま分かんない。そうですね、分かりにくいです。そうだから、まあ俺たちは違う技を持ってるからまあすごい、これに関してはその技を知らないだけだからしょうがない、ね、うわ、いいわけじゃんゆうりチャンネル、次の曲で、うん、今日はマジやばいからね。あとね、これも来てた、これ多分やばいよ。アレクサンドロスの渡り鳥歌っていきたいと思います。あと俺たち一応チャレンジしてるから90点以上じゃないか、クリアじゃないから。チャンネル90点以上で合格でしたっけ、言えると思う。わあ、すげえそういうこと。
そういうことです。やばいね。音程は達人レベルです。やばくない？ちなみに調べたんですけど、うん、渡り鳥サイコンハイ D、 前回がハイ C とかで俺ら盛り上がってた。その上のハイ D です。そう、僕のことハイ C です。あ、じゃあもうクリアってことよ。こっちは高いか。こっちクリアってことだね。なるほど、僕のこともクリア。まあ女性の曲いくか、グレンゲ。やばいっすよ。ちょっと一回深呼吸から始めますか。そうですね。今日なんか終わるけど。ツアー始まるのでいっぱい撮んなきゃいけないんですよね。ゆりチャンネル、キー聞き逃した。強くなれる理由を知った、僕を連れて進め。やば、いけるかも。意外と泥だらけのその土に酔う、ごまの心震える手は掴みないものがある。それだけさ、夜の匂いに空に何でも変わっていけるのは自分自身だけ。それだけさ、強くなれる理由を知った、僕を連れて進め。どうしたって消せない夢も止まれない今も、誰かのために強くなれるなら、ありがとう悲しみよ。世界に打ちのめされて負ける意味を知った。くれるのはない先を越え、運命を照らして。やば、ダメだ、ギリギリ出ない。稲光の雑音が耳を刺す、戸惑う心、優しいだけじゃ守れないものがある。分かってるけど水面下で絡まるぜ。見つけてみる癖見てます。I don't need you。 一切の花より挑み続け、咲いた一輪が美しい。乱暴に敷き詰められた扉だらけの道を、もう一度僕だけに悪い。なぜ自分でそんなルール作ったの。ゆりチャンネル。
女性の曲になると、うん、A メロ、B メロからずっと高いね。他の曲はさ、そうか I wanna fly to high ってこうなってる、うん、もう B から高いから B で一回右の方が切れまして、サビでこの辺全部いかない死んじゃってるからいや、本当に死にそうよ、もうまあこんな感じで、まあ編集スタッフさん僕より高いの出てました。すごいね、ありがとうございます。いや、でもカラオケ強そうだね。強そう、まあ、まあ、負けてんだけどね確かにまたこの企画をチャレンジしたいと思います。皆さんもぜひハイトーンチャレンジしてみてはいかがでしょうか、はい、あんまり無理すると死んじゃうから、気をつけて楽しんでいただけるといいのではないかなと思いますので、皆さんよろしくお願いします。チャンネル登録とグッドお忘れなく。皆さんまた明日。チャンネル登録お願いします。